ウタマロは日本のプロレースラー。岐阜県元栖市出身。本名及びーリングネームは村瀬広樹。アニマル、浜口レスリング道場出身。アニマル浜口門下の先輩田尻率いる WNC の練習生となった。飲み込みが早く田尻から期待された大型新人であり、一応公開プロテストを受けさせるんですけど、普通にデビューさせてもいいと思っていると。 言うほど期待されていた。2013年1月25日、WNC 新宿フェイス大会で、道口義弘相手に公開プロテストに挑み、アームロックでアダッキューに追い込み、道口の代役として、直後の第一試合出場という異例のデビューとなり、女子オブライエンから勝利を奪った。2月16日、WNC フューチャーで道口との初シングルを、ナディアットで制する。 2月28日、新宿大会で篠瀬37と組、土井高志高橋9役組と対戦するが、高橋のジャーマンスープレックスホールドで、初の敗戦。3月31日、新宿大会昼の部で高橋と、初シングルもジャーマンスープレックスホールドで敗れる。6月16日、若手ながら、自身の生まれの岐阜県にて、外戦工業を行い、 アキラと若手らしからぬ激戦を見せる者の,の敗戦。8月9日、鹿児島大会で当時、WNC チャンピオンだった西村治とシングルで敗戦。9月14日、兵庫大会でゼウスと100発を超えるチョップ合戦を行うが敗戦。11月29日、新宿大会でもっと大きな選手と戦いたいと、WNC 対談を表明。 2014年1月11日、北千住シアター千住における、篠の瀬37工業感謝にて、WNC ラストマッチとして、篠の瀬37と組み、秋田小玉祐介と対戦するが、秋田のムササビプレスからの片い火固めで敗れる。3月13日、レッスルマイナス1に参戦し、稲葉大輝と対戦。1戦目は敗北、2戦目は勝利。 7月1日付で、レッスルマイナス1所属選手となり、それ以降は、ベテランの船木正勝や高山義弘らとシングルを経験。2017年3月31日をもって、レッスルマイナス1を退団。以後、主戦場を海外に移し、リングネームを、歌丸に変更。かつての師匠であるタジリやグレートムタを彷彿とさせる、動きを取り入れて試合を行っている。 2018年8月、イギリスのプロレス団体オールスタースーパースラムレスリングのヘビー級王座をダッシュ。9月にはタジリと対戦。2019年、メキシコに活動拠点を移す。帰国後は全日本プロレスにレギュラー参戦。10月9日、全日本プロレス公楽園ホール大会において同郷の先輩でもある。 吉達が保持するガオラ TV チャンピオンシップに挑戦するも惜しくもベルト獲得ならず。12月17日、試合に敗れダウンする丸山厚紙を連れ去り、後に丸山はイザナギに変身。イザナギ、イリエシゲヒロと神の軍団を結成した。ありがとうございます。